変わってきました、ね、本当にお金使ってなくて、うん、すごい楽しかったです。宮島の安で楽しむっていうのを皆さんに紹介するためにすごく安島民の方からもおすすめされました。なるほど、はい、いいですね。美味しいこれ可愛い、まったりしてる、まったりすごい楽しい、まあ、それも体感できる感じですね。あー、五重塔が目の前に見える、すごくいい眺め。こんにちは、こんにちはソーラーサービスチャンネルの時とガンちゃんです。今日は宮島格安の旅に来ました。観光の、まあ、代表的な宮島の旅を格安で楽しむっていうのを皆さんにお届けするために今日は光で、はい、ちょっとね、はいはい、ということで今、今日はヒロデンさんの1日乗車券を使って、フェリー券がセットになった券で来たので、今日はヒロデンに乗って、広島の路面電車に乗って景色を楽しみながらゆっくり今来ました。これからちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、でもちょっとあの宮島に行く前に宮島島内はコンビニがないので、まずはちょっとあの一杯やるために、はい、コンビニから行ってきます。はい、行ってきます。ちょっとお酒をゲットしてきます。広島県産発作レモンサワーです。ゲット。まずは宮島の景色を見ながらちょっと一息つきたいなと思いますじゃあ早速行きましょうか。行きますか。あの観光地の宮島で広島の八朔レモンサワーを飲んでいるという、広島ならではですねならではですね。いただきます。わー、美味しいこれそこ、美味しい。もうここで穏やかな海を眺めながら飲むっていうのが大好きいいですね、昼間から、ね、昼間からあ、1杯目は普通の価格払うんですけど、同じ方だとおかわりは200円で飲めるんです。なんでたくさん飲みたい人はとってもお得なお店なので、次としてはどうしましょうか。大釈寺を見に行きます。あ、そうですね、はい、写真スポットです。行ってきます、はい、行きます。この先に大釈寺があります。行きます。うわぁ、すごいすごいすごい、見てきて見てきた、すごい大きいね割としんどいすごくいい眺め、海も綺麗だし、ね、こんなとこあったんだ、新たなおすすめスポットですね。ねえ、初めて来ました。めっちゃいいですね。こう五重塔と千畳閣が見えて、すごい、なんか街並みも見えて、めっちゃいい。しかもただここも町づくり交流センター、町づくり交流センター、はい、はい、あのさっきの大釈寺があった3階のですね。そうです、はい、展望スペースです。はいはい、まあ、これも写真スポットですよね、うん、まあ、これも宮島の魅力の一つということで、そうですね、あっちこっちにたまにお店にウィンって鹿が入ってくるって聞いたことあります。餌やりは禁止なので、はい、そこはちょっと、はい、大気が立って、ここが一番の商店街である宮島の表通り商店街です。大体ね、あの宮島来たらみんなここをスーッと行くんですけど、今日は帰りにここの道は通ろうと思って、行きはちょっと間に合ってるんですけど、こちらの道から出たことない、はい、町屋通りに行ってみたいと思います。町屋通り
これ めっちゃ見た目不安なんですけど。大丈夫です。こっちにも何かあるんですね。こういうのがあるんです。はい、はい、ギャラリー宮里さんに来ました。はい、ネットもお持ちしても大丈夫です。ありがとうございます。では他にもあのギャラリーがあるんですけど、今日は無料で入れるギャラリー宮里さん、宮里さんのところに来ました。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、そうですね、エントランスフリーって書いてます。まあ、ですからその時々で、はい、まあ、こういう作家さんの個展をやっているってことですよね。はい、定期的に切り替わっているので、はいはい、多分いつ来ても違うものが見られる、はい、こんな感じで民芸品とかお土産品も売ってます。宮里さんカフェもあります、ね、カフェもあって、はい、私のおすすめとしては、はい、あのスパイスカレーです。今ちょうどいい香りが、うん、すごい香りしますよ ね。香りが伝わらないんですよね、うん、はい、結構島民の方にも人気で、観光客の方だけでなくて、はい、なんか島民の方からもおすすめされました。なるほど、はい、いいですね、はい、じゃあぜひというところぜひ、はい、すごく安いお店があるので、そちらでちょっとお昼を食べたいと思います。これは地元民に教えてもらった地元の方も行くお店です。そう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 、行きましょう。はい、ここが素敵、ここが素敵じゃない。そうですね、山村茶屋ここです。はい、こんにちは、いらっしゃいませ。すいません、お邪魔します。はい、山村茶屋に来ました。お願いします。一品目、焼き飯を頼んでみました。はい、山村茶屋さんで人気のチャーハンらしいです。はい、こちらが焼き飯、なんと660円です。すごく安い。うん、美味しい。さっきからいい匂いしてた。うん、すごい香ばしい。大好き。こちらが肉そばで、こちらおうどんですね。ありがとうございます。はい、これが裏メニューの肉そばです。この中身を。そうそうそう。この、あの、何、麺はラーメンなんですけど、うん、このお汁はうどんだしっていう。なんか肉うどんっていうメニューはあって、うん、それのラーメンバージョンが裏メニューらしいです。はい、もう660円です。はい、でもう一つがこちら、かけうどん。一番この店で安いかけうどんなんですけど、この値段が440円です。ありえますか。宮島じゃなくても安い。はい、みんなで美味しく食べようと思います。はい、いただきます。いただきます。じゃあ、肉そばいただきます。ラーメンの麺なんですよね。うん、美味しい。なんかすごい さっぱりしてます。うん、うん、なんかし、なんかで胡椒が効いてて、なんかすごい鼻に抜けるというか、うん、なんかラーメンだけどこうさっぱりつると食べれちゃうみたいな、なんかうどんとラーメンのいいとこ取り。へー、すごい美味しいです。
美味しい。早く食べてほしい、二人にも。はい。かけうどん。かけうどん。かけうどんいただきます。かけうどんってあんまりないイメージある。すごいあっさりしててすごい美味しい。うん。また来てください。はい。ぜひぜひ。はい。はい。美味しかったですね。はい。美味しかったですね。美味しかったですね。ありがとうございました。それでは店を登るぞ。店に行きますね。ご利益もあるし、うん、はい、参拝も兼ねてですね、はい、行ってきまーす、はい、じゃあロープウェイ乗り場に向かいますよ、はい、ロープウェイで行きます、はい、行きましょう、はい、またバスまたここまではバス来るんですね、あ、無料バスがここまで来るんですか、はいはい、そうね、あ、ここにバス行きますもんね、はい、そうか、ロープウェイ紅葉谷駅です、はい、ありがとうございます。もう駅がもうだいぶ下に、じゃあ寿司は駅に着きましたので、じゃあはい行きましょう、2000の山頂を目指して頑張ります、イエーイ、これもうこの後はもう頂上のシーンでいいんですかね、じゃあそのポイントだけ今これそうですね、こういう今案内図見てもらってますけど、このポイントをちょっとご紹介しながら、もう道中はカットですから、僕らどんな努力しても使いませんから面白いこと言っても使いませんから、はい、頑張っていきましょう、これはちょっと異空間、すごいこれ挟まって止まってますもん、ね、はい、展望台着きました、すごいすごいすごい、なんか360度すごい何海みたいな、すごい、これは見るべきでしょう、うん、ねえ、いいですね、来てよかった、360度海ってなかなかないと思います、うん、山登りしてもそう、うん、さあ休憩のところ申し訳ないですけど、次はどこでしたっけ、大正院に行きます、大正院、おすすめの大正院ですね、はい、あのクイズでも出した大正院そうです私のおすすめスポットですですね、はい、あの下の本堂の方に行こうと思います、はい、はい、お金使っちゃったけど大丈夫だし、うん、ちょっと誘惑には勝てなかったし、このお店の疲れは甘いものがないと癒せなかったから、本当に美味しい、めちゃめちゃ美味しい焼きたてもみじまんじゅう、最高、最高です、最高です、良かったですねはい、大正院に着きました。着きました。さあ行きましょう。はい。ここはですね。おすすめですか。はい。あの配管料がお気持ち程度なんです。ほう。と言いますと？そう。あの入場料はありません。はい。はい。はい。あのまあ大体みんなこう厳島神社とかまあメジャーなので行くんですけど、今日は大正院に行きます。宮島最古のお寺です。はい。はい、お、階段が長い、長いです、すごい、これさあ着きました、ヒヒヒヒ、
マモリスナという大松院さんのマモリ人気のお守りです。はい、はい、砂ですか。そうです、砂が入ってます。これなんで砂かって言いますと、うん、宮島にはもともと旅人が旅の安全を祈って宮島の砂を持ち帰っていたという風習があるんですね。でそれをモチーフにしたお守りなんです。中にかま、かなえしっていうこんなしゃもじ型の紙が入っていて、ここにこう叶えたいお願い事を書いて持っていって、はい、でもし願いが叶ったらここに返しに来るという返納場所もここにあります、はい、もうすごくたくさん返ってきているので、そうですね、はい、叶ってますね。叶ってますね。一応なんか願いが叶った人が書いているノートみたいなの、はいはい、へー、こういうのもあるんですね。そういう、はい、お土産に、はい、ここはね、四国のお遍路の48箇所の砂が埋まってるんですよ。だからここを歩くだけでお遍路に行ったのと同じご利益がいただけるという。素晴らしい。おー、すごい、すごいですね、これは。霊山寺、極楽寺、金泉寺、大日寺、地蔵寺ってことですね。安楽寺、寿楽寺。はい、というわけで大松院でした。はい、はい、今日1日かけて宮島を回ってきました。もう夕方になっちゃいました。もう、そうですね、日が遅れてきました。でも考えてみたら本当にお金使ってなくて、うん、それなのに遊べる見れるスポットがいっぱいあるなと思って、うん、すごい楽しかったです。広島駅からここまで 来た電車代も全部入れて3,400円、うん、で、うん、もう一日満喫、うん、そう、美味しいお酒もいい景色を見ながら飲んだにもかかわらずすごい充実した内容が。そうですね、そうですね、うん、はい、ぜひ皆様も格安旅やってみてください。そうですね、動画が以上になりますということとチャンネル登録、おっと出てきた、バイ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 、ちゃんとお家帰れよこの動画がいいと思った方はチャンネル登録をお願いします。お願いします。といいねもよろしくお願いします、はい、じゃあバイバイ